消防によりますと、昨日午後5時半ごろ、須賀川市下大山田で車庫が隣の住宅に飛ばされたなどと住民から通報がありました。住宅の中には当時84歳の女性がいましたが、けがはありませんでした。戸閉めて戻ってきたらもう暗くなってから一瞬何だか分かんなくてね、びっくりして分かんなかったです。雷の音もすごかったから、雷と雨の音。また近くを走る JR 水郡線でも突風が原因とみられる倒木があり、一時運転を見合わせました。福島地方気象台では大気が不安定な状態となり突風が発生したとみて現地で調査を進めることにしています。